こんにちは。 えー、こんばんは。えっ、ー、と、ニュースユンタクです。農、え、家、ー、との編集でお送りしてます。えー、ウクライナ情勢、えー、プラス、えー、中東選,選挙ですね。えー、辛抱研究さん,さんのお、近藤さんの、え、配置まあ、しばらく配聴してましたけど、拝聴しての、え、コメントとなります。えー、ゼレンスキー大統領、この、まあ,あ、イギリスの方かな、800人ぐらいですかね、海兵隊訓練を受けて、えー、トカサ作戦、うん、成功してますね。まあ、その、アントリーホーチ、ゴッチかな。 ごちあとポンチョル川本当に、えー、その数箇所してますけどその共同法ですねとか、えー、のするところが、まあ、どっちか詳しく言っていませんけど、まあ、統合されたということで、えー、2箇所と溶かしたところが一つに、えー、この統合中かああ十か所の時点がそういう,うあ,あ,あったということですねそれだけ、えー、数箇所溶かしてまだまだこれから。 目がなせないですね。えー、そういう、また、ロシアもそこに、まあ、兵力をつぎ込もうという動きもありますけど、えーえー、ロシアは、そ、え、う、ー、ですね、えー。ロシアですね。えー、ロシアはそのまま、この、まあ、ゼレンスキー大統領がこの、今日の、まあ、サ,サムネでないですけど、えー、辛抱研究チャンネル、ウクライナ選挙 プラス中途選挙、まあ、11月18日ですね、今日19日ですけど、えー、ゼレンスキー大統領からヘルソン、うん、上陸部隊を調査とか作戦を認めるということで、公、えー、に認めてますね。えー、ロシアは本当に、えー、この 人海、人海ですね。東方、東で、ことでもう攻撃していますね。まあ、航空優勢は相変わらず、このロシアは、その、ウクライナに対して本当に優勢を保っていますけど、ま、え、あ、ー、北は、クパンス方から、特にクパンスク、そして、えー、アウデデイカ、そして、マル、マルインカですね。特に、マルインカ、アウデデイカで、1時、2時、3時、本当に1日、最近1000名以上、その、戦車がで、ロシアはしていますけど、 数もう人,、えー、人間のもうそういう数。 そういうい数でててきてます、ねえーまあウクライナもそのアウディリカか47あ、うん、機械化、えー、旅団を送ってますけどこのオリヒウもそれも州ですねオリヒウムもせけど戦術、えー、を変えたと言ってますけどこのドニプログラムですねドニプログラムも死ですけどバク府と同じ死ですけど、えー、特殊作戦、えー、成功してますね、えーえー、23箇所から、えー、特作戦してそのまあ具体的にど,どっちかと言っていませんけど えー、この。うん あ2か所の方が一緒になったということで、えー、共闘法を広げていますね、えー、次々とその舞台ですね、今から特殊作戦、参、え、謀、ーまあ、本部のウクライナの参謀本部のそういう提示報告下にも、共闘法の作戦があこの発表されているということで、えー、具体的に作戦ですね、えー、ドニプロ側も死ですね、バクモトと同じ死で作戦しています。えー、なかなかこの中,中東情勢が 始まってウクライナ情勢、アメリカのまたそういう予算と、本当に西側の支援ですね、特にドイツのタウルスですね、F16 も,うも,もう12月、来年からそういう戦場に入れば、少しロシアの国を少し牽制できるですね。国会はもう本当にウクライナの無人で奪還したと宣言してますね、国会輸出も本当に、まあ、具体的にース出てませんけど、ロシアがその離発しましたけど、国会のウクライナの輸出も。 おこの国会は政界権、えー、ウクライナが奪還したと宣言していますね。水上ドローン、また空中ドローンでそういうストーサルドも、えー、これが黎明期になりますけど、またロシアはその、えー、ロシアウクライナのインフラ狙っていきますね。まあ、ウクライナもそのまた幸福ということで、お互い、えー、国戦力を狙って、そのうん、特に、えー、このウクライナも。 ロシアのそういう兵坦地ですね、石油兵坦地を叩いて、えー、クルミア半島の孤立化ですね、えーヘ、ヘルソンから渡下作戦して、えー、まだ、あ、オールヒウもおーその一歩一歩、お うんかえー、遅れながらもい岩田陸将が言ったように言われながらも、うん、チクチク全身、うん、ですねなかなか目覚ましい,いこの成果は見られませんけど一歩一歩ですねでいめで本当に一歩一歩頑張ってウクライナに栄光あれですね、えー、東部ではクッパンスクホでは守ってまた この作戦がウクライナ、ウクライナもロシアの,その兵力を分担するために、えー、この攻撃がなかったところで、まあ、攻撃をして、えー ロシアの戦力の分散化を図っていますので、ウクライナ頑張ってほしいですね。えー、まだまだ西側の支援が必要ですね。えー、また、自力でも軍事産業、ウクライナが戦うように、えー、この、うん、主権の回復ですね。えー、このソ連の崩壊時のウクライナの独立した、その、えー、ドネツク48名、クレミ半島、今回の占領のお時の全、うん、領土解放ですね。目指して頑張ってほしいですね。特、えー、幕また、あ クリミア半島の孤立化ですね。えー、また、えースラえー、選挙、また北部、このシファ病院、いろいろとこの目がなせないですね、まあ、ヒズボラに対する、その無人ンに対する攻撃も撃退していますね。また北部、そのトンネルですね、モハンマスは本当にそのトンネルを作って、イスラエルをそ、まあ、その、まあ、その、 世界の世論はその過剰防衛ということですけどイス,ラエルイスラエルの世論も,も戦闘継続を望むその3割ぐらい行ってますね、えー、なかなか人質は厳しい状況に置かれてますけどウクライナの北部について南部ですね南部でもその特にハマスの トンネルを、その軍事拠点を一つ一つし,、えーえー、してますね。今回のこういう、まだまだ、えー、中東情勢、目が離せないですね。えー、この、ウクライナ、えー、の栄光あれ、またイスラエルのシャロームですね。まあ、ほ本当に、えー、まあ、そんなこっとごありませんけど、えー、パレスチナの持、まあ、論ですけど、お互いそれを。 パレスナ国家、またイスラムル国家で、うん、自しパレスナ国家も自立して、またイスラムルもそういう国家を認めて、えー、共,共産を図るというのが、えーま、あ個人的な持論ですけど、なかなか現実的、ねえー、に平和、またイスラムルにシャロムもです、ねえーム、まだまだハマスは武装解除をし、えー、投降すべきですね、もうそういう考え、イスラエルを。 ということで、えー、この、まあ、ある方によってはまたこの、えー、戦闘が終わってもまたハマスのそういうにの考えがまたオーバーに増えるということですけどそういう考えもあるんだけど、まあ、現実はそうかも分かりませんけど、えー、なかなかそういう、えー、そのイスラエルの元の情報機関のトップも言ってましたけど、えーまあ、パレスチナ国家樹立そしてイスラエル国家と共存。 共演がまあ理,理想、まあ個人的な考えですけど、まあそういうことで、えー、ウクライナにえこれイスラエルにシャロム、中東に平和ですね、マサトスマサトン、このニュースユンタク、えー、なかなか、あえーえー、はい、えー、マサトン、YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いします。次回のあニュースユンタクでお会いしましょう。マサトシ、シューゲネス、パシャンブレジュー、シャロム、シャロム、シャロム。